総務省との癒着がテレビ局に飛び火、火付け役杉尾議員。総務省が違法接待を受けていた菅首相の長男勤務の東北新社に対し、放送法の外資規制でおめこぼしをしていた疑いが出てきた。5日の参院予算委員会で、立憲民主党の小西洋之議員が指摘。東北新社は総務省から高精細の BS4K の事業者認定を受けた2ヶ月後の2017年3月末時点で、外資比率が 21.23% だった。規制に抵触すれば認定は取り消しなのだが、同社は同年10月に同事業を子会社に移管し、総務省はそれも認めていた。一連の総務省と東北新社の違法接待で、両者の馴れ合いがクローズアップされているが、同様のズブズブ関係の疑惑はテレビ局にも飛び火している。4日の野党合同ヒアリングで、TBS 出身の立憲民主、杉尾秀哉参院議員が爆弾発言。テレビ局の幹部は、総務省幹部と、ずっと会食している。私も立ち会ったことがある。東北新社は衛星関係では大手だが事業規模は小さい。総務省とより関係が深いのは、テレビ局だと暴露した。放送免許が必要なテレビ局は総務省の監督下にあり、かつて、ワドリ記者と呼ばれる人たちが、役所とテレビ局をつなぐパイプ役として記者クラブに常駐していたのは有名な話だ。ワドリ記者の役割は購入札企業の業界担当、企業同士の横連絡と調整、いわゆる談合屋さんと同類だろう。テレビ局は許認可権を守るために総務官僚を接待し、時に天下りも受け入れる。BS や CS、地上波のローカル局などが新設される際は天下り官僚が送り込まれた。その際、年収2000万円が相場として確約させられたと放送業界関係者は言う。杉尾議員は膿を出し切らないとと言い切り、テレビ局も含めた調査を総務省に求めた。NTT からの高額接待も発覚し火だるまの総務省は、可能な限り対象職員を広げ、徹底的に調査する、武田総務省、との方針だ。TBS 出身の杉尾立憲民主党参院議員は国会テレビ中継もあってか、いたけだかなこわもてで県会に政府、与党を追及する。各テレビ局は寝た子を起こした、虎の尾を踏んだ杉尾議員が恨めしいか。杉尾やぶ蛇にテレビ局は戦々恐々だろう。必死に総務省と示し合わせ、内部調査でお手盛りにする手立てを探しているか。立憲民主党も富んだ杉尾やぶ蛇に困惑だろう。本命は菅首相長男スキャンダルで首取り作戦のはずが、飛び火先が大きく燃え上がりそうだから、お聞きいただき感謝申し上げます。